さあそれではスカイウォードソードの続きやっていきます。さあ前回は水流様のために聖なる水を探し出してきましたが、今回はとりあえず改造から始めていきたいと思います。へーい、へーい、盾修理とかもういらなくなっちゃったからちょっと商売上がったりかもしれないけど、爆弾袋、トカゲの尻尾、ドクロの飾り、青い鳥の羽、いけるじゃん。お願いします。オッケー、よろしく。オッケー、早い。爆弾袋中に改造してもらった。他には、お、爆弾袋台ができるぞ。トカゲの尻尾、ブヨブヨした塊、蜂の子、黄金色ドクロ飾り、うん、爆弾は結構使えるし、その爆弾花がねあるとは限らないというか、このゲームその爆弾が草むらからとか出てくることがあまりないというか、今まで見たことはないから結構重要かも。はい、よろしく。オッケー、はは、いいね。お、消えちゃった。じゃあこれは闇の勾玉で改造することができる上質の聖なる盾。モリブリーの槍を受けてあれだけしか耐久値が減らなかったのちょっと意外だったけど、まあでも固くした方がいいよね。ビートルは、あ、スタミナビートル、しまった。なんか前回スピードビートルにして、その後全然気にしてなかったね。どんどん改造すればよかったかも。パチンコは闇の勾玉で拡散弾が放てる。虫取り網、きたー、じゃの結晶、網の部分が大きくなり虫を捕まえやすくなる。はい、よろしく。オッケー、今すっかりねスキップするの忘れてた。大きな虫取り網に改造してもらった。網の大きさが倍になって、すばしっこい虫でも捕まえやすい。よし、じゃあどんどんやっていきましょう。まずは盾改造、よろしく。オッケー、よし、上質の聖なる盾に改造してもらった。聖なる力で傷を自己修復する不思議な盾。そして最上は闇の勾玉とかとか魔物の角笛、当然バトルに使えるやつからやっていきたいけど、意外と被ってないかな。よし、じゃあまずは盾からいきましょう。オッケー、オッケー、最上の聖なる盾、さらに上がった耐久力。じゃあ次はスタミナビートル。なんか定期的に忘れる。よし、ビートルを飛ばせる時間が長くなった。より遠いところへ飛ばしてみよう。逆にこれがないといけないというか、届かない場所があるかも。そのなんていうかストーリーには関係しないと思うけどね。パチンコ、闇の勾玉、ちょっと待って、まあ正直パチンコ拡散ってどうなのよって感じはするけど、他に何かあったっけ。あ、これ爆弾袋、中身まで入れてくれてる、嬉しい。あとは種袋か、これとセットじゃないとちょっと打ちまくりってわけにいかないよね。
まあでも一応改造してもらおうかな。蛇の結晶とか普通に改造できるってすごいよな。いや今のパチンコには使わなかったけどね。拡散パチンコに改造してもらった。一度に広い範囲を狙うことができる。 ZR を押し続けパワーを貯めて撃とう。そういうもんなの。一回使ってみないとわからないやつ。あ、はい。うん。あ、女神キューブ。そういえば、あ、ここじゃわからん、わからんか。何個か解放したからやっておきたいかな。弓か、まだまだ手に入ってない。お、あれ？メイユー。いや、新しい薬が完成したからちょっと見ていっておくれ。その名も空気の薬。あー、水中に関係するから。この薬を飲めばしばらくの間酸素ゲージの減り方が遅くなる素晴らしい薬だよ。この薬屋さんめちゃめちゃすごくない？お手頃な値段にできたからぜひ買っていっておくれ。いつものように薬の前で私に話しかけておくれ。はーい。うん。教えて。ああ、うん、なるほど。でも今瓶、あ、眩しい。瓶の空きがないから、空き瓶欲しいよな。うん、4つは欲しい。よし、じゃあとりあえずやることやったから戻りましょうか。うん。さあ、これからフィローネ地方へと行こうという話ですが、さあ、僕には便利なアミーボというものがあるんだ。準備は抜かりない。あ、お願い。よし、あっという間。じゃあ一応パチンコチェックしようかな。お、そういうやつ知らなかったショットガンみたいな感じなんだ。普通に撃つと、へえ、なるほど。これ全部火力が出るとしたらなかなかすごいですよね。撃ち出す弾もなんていうか一発ずつで済んでるから、お得っちゃお得か。まあでも全部当たったからといって敵を倒せるかどうかわからない。あの、気絶させることはできるかもだけどね。オッケー、じゃああとはこれかな。おお、大きい。大きいけどやっぱりリーチだよね、欲しいのは。遠目からスパッといける感じの、うん、振り心地に変なところはないかな。オッケー、よし。あとはスタミナビートル。なんかでっかい。うん。ああ、危ない危ない。怒られるとこだった。よし。じゃあこれを装備して。いや、使わない。今使ったら危ない。話す。グムム。おお、それは間違いなく聖なる水。本当に、ま、持ち帰ってこれたか。では早うこの亀に入れるのじゃ。あ、いいえって言えない。これただの水を持ち帰ってきたらちょっと話変わったかもね。力がみなぎってきたぞよ。見よ、この姿こそわらわの本当の姿。でかい。女神様よりこの地を任されし水流フィローネの姿じゃ。人間よ、わらわの言いつけ通り聖なる水を手に入れてきたことを褒めて使わす。ありがたき。女神様の試練を乗り越え、その水流の鱗を手に入れたのは偶然ではないようだな。では約束通り聖なる炎へ導いてやろう。ついてまいれ。うん。もう尻尾しか見えないしな。
見ておるがよい。わあすごい、さすが水流様。さあ聖なる炎はこの先にあるぞよ。滝に閉ざされていたとはいえ、長い年月を経て魔物どもが救っておろう。なぜ閉ざされていたのにポロッと出てくるもんなの。だが真に女神様に選ばれし者であれば問題ないはずじゃ。お前とはまたいずれ会うであろうが、せいぜい気をつけてゆくがよい。よいよいよい、さらばじゃ。おう、なるほど。あ、ちょっと待って、これ突入するのにジャンプ必要ですか。よっ、結構なんかこすり つけておいてもいいのかな、ここの状態で。無理かな。一応もう一回。あ、マガタマ発見だけどいいや、行くぞ。ふん、あ、いけるね、いいゲーム。濡れとる。さて、新しいダンジョン。なんだこれ。イニシエの大石窟。うん、なんかフックロープ的なものがないといけなさそうな感じですけど。うん、マップ、現在地はここで、一旦こう回っていかないといけないみたいな。バッテン発見。うん、何かダウジングはできないかな。なんていうか、中がかなり明るいというか。うん、あ、ちょっと待って、あ、鍵かかってるな。あとは水中か、お金がいくつか見えるというか。お金かな、これ。お金だね。あれはちょっとチェック必要かも。これはいけるね。大石像に刻まれし、ありがたい印、この地の断りを示す。ありがたい。最初は背中、次は尻、次で右手の甲、最後は左手の甲。背中、お尻、右手、左手。背中に回り込んでみるか。お、模様が描かれてるな。上の方だけ青いってことは、そっち方向に何か意味があるのかな。尻？あれ？尻。まあ右手左手に行けばもうほとんど分かったような気がするけど。おお、下方向。ってことは右手の方は右側かなみたいな安直な発想。なんだあれ、口パクはしてないけど。ふう、あ、右手これか。ちょっとだけここ気になりますね。なんでしょうこれ、風が出てくる仕組みと見た。
え、なんじゃこりゃ。あれ、逆さまにする必要がある。動かないの、これすごくない？どういうことだよ。ピクミン、羽ピクミンでなんていうか持ち上げそうな感じだけど。あとは爆弾。お、無駄か。何かできないとあのスイッチを起動することができない。お、右手の方は、あ、意外、左手方向だ。左手方向というか向かって左だ。このありがたい石像と向かい合っての関係性なのかな。気になるね、この引っ張れるやつ。引っ張れそうなやつっていうのは正しいのかな。お、なるほど。オッケー。おっと、まあ、これは無視。おっと、ちょっと、よし、さあ右手側に来たけど、水。なるほど、今更だけど、いわゆる水の神殿的なことか。うわ、なーるほど、面白い。ここは風じゃなくて水だったか。やるか。下、あれ、斜め、おろ、キビの下手か。あれ、縦持ってないじゃん。あぶねー。戻るところか、ここは。なるほど、もう一回同じとこに行ったらうわーっとなるのか。なるほど、下側からどうやって逆転させるのかがわからない。何もないかな。ここはどうやったらいける？さすがにパラショールではいけないから向こう側から来るのか。お、待てよ、何か楽できないかな。うん、上だけ切ってボトッと行くかなとか言って思ってるけど、なかなかその落ちてこないというか。まああれだけ足があんだからな。うん、さあおとなしく通してくれるんでしょうか。とっ捕まったら、おお、よし、あれ、お、いいのかな。
地方の奇跡を正しく叩け、この地の断りを正しく叩けた者に道は開ける。うん、おそらくだけどこの場所から見た石像だから、ここにあった印は向かって右側だから、右から叩けばいいのかな。あら、順番か。そっか、ちょっと解釈違いだったな。上から、あ、やり直し。はい、左、右手の甲。ありゃ、なんか間違えたっぽい。お尻、さっき、あれ、どういうこと。合ってるけど切り間違えたかな。うん、まあ早とちりしないでよかった。さてさて、普通に飛び移っただけでは、わっと、よし、上見てなかったな。マップ よし、背中側からビートルでっていうパターン。背中側って言い方おかしいわ。お、あー、残念。お腹側からっていうのが正しかったね、今。便利じゃん。ここから降りるとひっくり返っちゃうけど、あれ、なんかあそこだけやたらでかくない、そういうこと。わかります。何かあるね。言っておくかと思ったけど、まあ後回しでもなんとか。うん、せーの、でっていう、なんだろうね。うん、さてさて、もう一回飛べばいいとか、そういうこと。あ、そういうこと。道見てなかったら、マップ見てなかったっていうのが正しいのかな。ふん、死んじゃう。ふう、さあこいつは小さな鍵と見たが、お、よし、戻るルート。よし、さてさて、じゃあどうしようかな。まあとりあえずこっちは見ておくとして、多分行けないような気がしてきたけど、うん、パイに話を聞くってことはできなさそうだな。おそらくあの中で何か新しいアイテムが手に入るんでしょう。おっと、あ、ください。
えい、雑魚どもめ。さあ、謎の輪っか、上の方には吹き抜けからのパカッと空き相関。ふむ、まずは下かな。水が吹き出そうな。うん、さすがにこれはまあ無理か。おるこれさ、爆弾で先制攻撃できないかな。爆弾転がっちゃうからな、転がらせないでっていうのちょっと難しいか。わーっいってー。あら、なんかちょっと雰囲気違くない？あ、うそ。スタルマスター、骸骨兵士を束ねる隊長、本気を出すと4本の腕で襲いかかってきます。ドラゴンクエストか。剣の構えのわずかな隙を逃さずダメージを与えていくことを推奨。4本になったらどうなるの？無理じゃない？よし、今のとこいい感じ。空気読み。いや、画面見るだけなんだけど。いいぞ。なんか危ない。うっ、やる。ダメージは小さくてよかった。斜めに切ってしまう。やばい。縦出すのがついつい反応遅れるな。なんかちょっと危ねえ。よし、ガードされたらとりあえず逃げれば安全。なんかずるくない？空気読みかよ、本当に。あー、こいつ許さない。向こうもご利用しならこっちもご利用しじゃないみたいな。くー、うまくなんか間を縫って攻撃できなかった。まあしゃあない。縦の入力はどうしてもこう左ジョイコンを動かすだから難しいですよね。よし、まあバッチリハートを増やしてきたからよかったかな。はいいとして、まだ何もできない。お、これか。ムチを手に入れた。ムチ、普通に、先端に不思議な光の玉がついていて、いろんなものにくっつけることができる。もうちょっとなんていうかさ、魔法のムチ的な名前とかないの？ムチって手が届かない場所にあるものでも ZL で注目してビシッとしてみよう。ビシッと。悪魔城ドラキュラ難民救済ってなんか多くの人が言ってそうな気がするけど、任天堂的にはメトロイド難民。あ、もともと持ってたわ。よし、パイはこれに関して何か言うことはないかな。
ここは古の大石窟、炎を使う魔物および呪いの能力を持つ魔物を確認、呪い現装備はトレジャー型、適応率 45%、 特性の異なる魔物が混在しています。適切な装備を整え、あ、揃え、状況に応じて切り替えながら進む必要があります。この聖なる盾つけてるんだからかなり適応率高いと思うんだけどな。確か炎とか呪いも防ぐみたいな話でしたよね。お、振る、ビシッ、おお、なるほど。それぐらいならなんか普通に回せないみたいな。うん、振り方で一応だけど奇跡が違うね。うん、よし、じゃああれも待てよ。まあでも一応こっちからやっていこうか。あれ、どんどん上に行けちゃうけど行った方がいいのかな。いや、叩いただけじゃんまさかのこれか。あ、これ鍵か。じゃあ上の方がボス戦というか神王なのか。地の底に眠る鍵を探せ。地の底、あれ、ちょっと焦った。ダイビングするかと思ったら、さてと、ちょっとこれは特に行くところがないな。鞭で引っ掛けてあそこまでたどり着くから始めていこうかな。何かできないかな。まあだろうな。よし、狙ったところに飛ばすのは難しい。よし、お、棒状の構造物です。先の反り返りが特徴的で強度は高く相当の重量に耐えます。あ、荷重だ。わあ、そういうやつ。よし、おお、伸ばせるね。不思議な素材だね。なんかおるな。よし、いや絶対いけるよねこれね。さあこれは、お、地図を手に入れた。お、なんだろう、炎の気配。でもこれはおそらく一番上のあのボス戦のところだよね、きっと。うん、さあ空中で振ってパシッといけるとか、フックショットとは違って飛びつくことはできないか。うん、じゃあさっきの怪しいところを行ってみようかな。なんとかできるかも。でも先に、あ、こっち行けないのか。そっか、おお、飛び込んでくね。こいつはまあそのうち戦うことになると。あ、スピン
アタック。なるほど、範囲が出せない。思ったよりか粉みじんっていうか跡形もないというか。うん、よし、ハスの葉の根です。根が鋭利なため近づくと怪我をする恐れがあります。中央の先は丸いリング状になっており、何かを引っ掛けることができる形状をしています。うん、ハスの葉の根だよね。よし、引っ張る。いいね。ぶら下がりレバースイッチと呼ばれる仕掛けの一種です。バーを下ろすと仕掛けが作動します。ぶら下がりレバースイッチ、マリオメーカー感みたいな名前の付け方。よし、ここも気になるけど、あそこはどうやったらいける。あー、どうにか、ん、ここからこっちに行けない。あ、こう来るのか。ん、違う、わからん、ここへの行き方がわからんと。普通に行くしかないのか。うん、じゃあここからここには無知で行って、ここからこう来る感じか。あとはここかな、怪しい。なると思った。お、これは？お、便利。よし、20ルピー。オッケー。さあ、こっち来ちゃったからにはもうちょい進んでいこうか。あれ、ちょっと待って、横、お、やられた。わ、ワンパン。よし、魔物相手に使って何か出てくるかチェック。何か取れるってわけではないのかな。うん、クイーとか言って、おー、でかっ。うーやな。ふう、あんまり効かない。なるほど。私お金欲しいよ。果たしてルピーの絵を描くことができるでしょうか。ここからなんか思ったよりかグッといかない。わお、許してもらえた。合計50点ぐらい。引っ掛けます。これはここからでもいけるかな。注目しないと無理か。
うん。うん、あまり戦闘には使えない感じ。くっつくかな。狙えないんだよね、基本的に場所を。うん、これは結構大変そう。まあしゃあないかな。思ったよりかちょっと判定が大きかった。上の方、まあ何もなさそうかな。敵の矢の攻撃をどうするか、ビートルで先に何かやるか、うん、わお、おっ、ここにやろう。石、これこれ。やりました。お、よし。厄介。俺はでも恐れず、あっと、途中注目してるところが違うじゃないか。OK。 あの渦の中に飛び込めというのか。無理だけど行くしかない。もしかしてこっちがさ、バッチリあの正解ルートだった？地の底に行っちゃってる感じ。マジかよ、これは怖すぎだろう。うわー、うん、うわ怖っ。上がろう。ふう、あだ。よし、ちょうどセーブポイントがあったから今回ここで一旦区切っておこうかな。かなりヤバそうだけど、とりあえずこれはちょっと当てたい。ふう、無理かな。うーん、せめて彼らに聞くのかどうかをちょっとチェックしたいんだけど、届かねえな。ビートル、あれ、あーなるほど、ひっくり返って。 OK OK、 いいんじゃない、楽ちんで。あとで自分で戻せばいいんだ。お、よし、ついでに道もできたと。ムチは左側か。よし、オッケー。じゃあ今回はここで一旦区切っておいて、次回はこの先どうなって、怖い。鍵がある、謎の毒沼みたいな。あれ？でも、うん。まあ行ってみないとわからないかな。
よし、 OK、 じゃあ今回はここまでにしておきたいと思います。さあそれではまた次回よろしくお願いいたします。